ダイエット中にハンバーガーが食べたいかー。はい、皆さんこんにちは。フィットネスメイトの、いや改めましてクッキングメイトのヒロです。今回はダイエット中にでも食べれるハンバーガー、ライスバーガーを一緒に作っていきましょう。どうしても火を使う料理になります。筋肉にね、油とかが飛んだらめちゃくちゃ危ないので、しっかりとエプロンをつけて調理していきましょう。よし。はい、ということで大笑いが取れたところで、ちょっとね、今回の料理の説明していきたいと思います。今回ご紹介する筋肉ライスバーガーはカロリー505キロカロリー、タンパク質 32g、 脂質 5.2g で糖質が 78g。 バンズに使用する白ご飯は血糖値を急激に上げるため脂肪になりやすい食事ですが、オートミール、豆腐の豊富な食物繊維によって血糖値の上昇を抑えることで脂肪になりづらく、糖質をしっかりとエネルギーとして使え、さらに筋肉の成長にも役立ちます。はい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 。ってことでね、米って、たくさん炊いてそれをそのまま冷凍してチンして使うんですけど、今回もちょっとチンしました。おっ、あっつ、ほてほてや。やばいやばい、めちゃめちゃほてほて。ちょっと待って、こんな感じなんですけど、このうちをしっかりと測って、今回は米使っていきたいと思います。で、今回このお米をバンズにするんですけど、そのバンズを焼くときにこういったね、ちょっと丸い円を作るんですよ、アルミホイルで。これ100均にも売ってるそうなんですけど、今回はですね、ちょっとあえてちょっとアルミホイル作ってみました。節約じゃないですか。安い方がいいじゃないですか。これに米と片栗粉を混ぜたものを詰めて焼いていくんですけど、以前僕このショート動画でライスバーガーの作り方実は投稿してるんですよ。やっぱね、前回やった時に焼き色とかがなかったんですよ、全然。やっぱ筋肉をね、こうガッとね、力入ってる方がかっこいいじゃないですか。それと同じで、やっぱりパテも焼き色があった方がかっこいいなと思ったんで、今回は焼いた後に醤油をつけて焦がし醤油みたいな感じで茶色っぽい感じに仕上げていきたいなと思います。じゃあ、待てよー、しゃもじと、しゃもじで測っていきましょう。今回は、米が 150g で片栗粉10、米が 150g、 よいしょ、ちょうど半分ぐらいかな。で、片栗粉 10g 入れていきます。で、しっかりとこれを、筋肉で混ぜていくわけなんですね。おりゃー、片栗粉を米に入れると結構ね、パサパサになるんですよ。だからフライパンに乗せるときにめちゃくちゃ難しいんですよ。だから結構ここ時間かかると、ぜひ思っといていただいたらいいかなと思います。で、ちょっとじゃあ米を入れていきましょうか。よいしょ、はい、できました。おお、ちょっと待って、こうして OK、 できました。なんかね、ポイントとしては手でちょっとギュッて潰す方がいいんですけど、これ多分ね、先に米丸めて、で、型枠に入れたやつをフライパンに乗せた方が多分いいと思います。はい、じゃあ早速これを焼いてファイヤーしていきましょう。レッツゴー、ファイヤー、ドゥ。はい、大体中火大体中火と弱火の間ぐらい、あれなんて言うんやろうな、弱中火とか言うんかな、わかんないですけど、弱と中の間ですね。はい、そんな感じです。じゃあこんな感じで出来上がったので、ちょっと電気つけてよ。よし、で、お、熱いな。よいしょ、はい、こんな感じで米が出来上がったんで、一回これを取り出しましょう。で、ちょっと今更なんですけど、僕料理はするんですけど、ちょっと不器用な感じですか、ご了承ください。で、まず米を取り出して、で、醤油を熱したフライパンに入れます。で、そしてその後、あんまり時間空けずにこのバンズ、パテカを放り込んでいきましょう。じゃあちょっとここは時間との戦いになると思いますので、カメラをじゃあ、よいしょ、はい、フライパンの方に向けておきましょう。時間との戦いですよ、多分。よし、じゃあこんな感じでまずフライパンを温めます。で、そこにもうこの時点で米を投
酵、豆乳できるように準備しておきましょう。で、これジュワーってなるんですよ、多分。はい、なりましたね。ちょっと多かったかな。ジュワーってなって黄色でいる。で、ここにすぐに入れる。はい。で、今回は色目だけつけたいから片方だけにしましょう。で、こんな感じで振る。あんまりやるとね、焦げついちゃうので、ええ感じちゃいます。もうちょっと火通しましょうか。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ。ちょっと今締めっぽかったんで、パリッとね、パリッと仕上げたいです。はい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 、いい感じいい感じ。よし、そろそろええんちゃいますか。どうやろう。ああ、いいな。あと15秒いきたい。1、2、13、14、15。 OK、 じゃあ取り出しましょう。こんな感じになりました。ババーン、いい感じ。どうしよう。おー、はい、ということで今回このお肉の部分なんですけど、ちょっとレシピ見ながらいきますね。申し訳ないです。鶏むね肉皮なし 100g と豆腐 50g、 そしてオートミール 20g。まあ、こんな感じにね、鶏むね肉もちょっと切っておいて、これをこれね、ダイソーで売ってるんですよ、ブンブンチョッパーってやつが。これなんていうの、ミキサーとかブレンダーの代わりになるものなんですけど、めっちゃ便利なんですよ。で、今回はここにさっきの具材を全部入れて、もうブンブンでチョッパーしていきます。で、しっかりします。あとはこれをブンブンでチョッパーしていくんですけど、こんな感じで。はい、お、できたできた。え、めっちゃ便利ちゃいます、これ。こんな感じです。見えるかな。はい、ミンチ風になったんですよ。で、これを、まあ、丸めてハンバーガーの形、ハンバーグの形にして焼いていきます。で、今回は焼くときにオリーブオイルをちょっと使うんですけど、オリーブオイルを入れた後にキッチンペーパーで拭いていきます。ちょっと余分なね、脂肪はできるだけ取らないようにして、ちょっとカロリーを少なく仕上げていきましょう。 OK、 じゃあ焼いていきます。で、まあ、ちょっと今焼いてる間にちょっとさっき僕筋トレしたんですよ。結構今パンプしてるんで、ちょっとチェックします。ちょっとね、脂肪乗っちゃったんですけど、どうかな、ちょっと太ったなっていう感じはありますが、今多分体脂肪 13.4% ぐらい、もうちょいあるんかなな感じなんですけど、よいしょ。はい、はい、はい。じゃあちょっとで、ね、お肉ももうぼちぼち焼けてくる頃合いやと思うんですけど、その間にお肉につけるタレをちょっと作っていきます。これはめちゃくちゃ簡単なんですけど、めんつゆ大さじ2杯、はい、2倍濃縮で、みりん大さじ1杯、なくなりかけ、はいはいはい。ではではでは、おっと、ピントがこんな感じかな。ええ感じに焼けてきましたね。こんな感じで色味がついてきたら、さっき作ったタレを投入します。で、絡ませていきます。出来上がりました。こんな感じになりました。あとはこのさっき作ったお米の、はい、サンドするやつですね。それとお肉、これをガッチャンコさせていきたいと思います。じゃあこうして、こうして、で、ここにさっきのお肉を乗せていきましょうか。こんな感じかな。なんかほんまね、レタスとかあったらもっといい感じやったかもしれないですね。これ2枚乗せますね。で、ここに乗せると、うぇい、重圧感。これで500キロカロリーなんですよ。やばくないですか、ボリューム感すごいな。なんか見た目なんかおもろいですね。なんかおもろないですか、見た目。よし、出来上がり。おっと、髪の毛がやばいぞ。ちょっと待って、まあ、いいか。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。やばないっすか、なんかすごいっすよね。おー、ちょっ
ちょっとこれ分厚すぎて食べれるかどうかめちゃめちゃ不安ですけど、ちょっといっちゃいたいと思います。いただきます。あ、めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。うん、こんな感じで半分ずつ食べるっていうのもありかもしれないですね。こんな感じで、うん、ピュピュ、大丈夫？大丈夫？はい、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。大丈夫？大丈夫？ピュッてんの？ピュッてんの？ピュッピュッしたいの？はい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 、ピュッピュッ。